滝沢社長が約束したように、世界の景色を見せてやると、ナンバーアンダーラインアイの国内のファンはツアー開催を待ち望んでいる。ナンバーアンダーラインアイ、その名は言わずと知れたエンターテイメント界の神聖だ。彼らは固定ファンの指示を受け、実力も経験も人気も欠けるところがない。しかし、 その道のりは決して平坦ではなかった。滝沢社長の手腕もさることながら、彼らが今までより自由な環境で自己プロデュースした結果の売れ行きが、彼らをここまで押し上げたのだ。かつてはジュニアとして活躍し、IMP の育成と売り出しに忙殺されていた滝沢社長。そのような中、 ナンバーアンダーラインアイに対する彼の関心はそれほど高くなかったようだ。戸部からのお知らせにおいては、IMP には手厚いサポートが行われている一方で、ナンバーアンダーラインアイにはそれほどという感じだ。しかし、滝沢社長の手腕が及ばなかった部分も、彼らの自由な発想と行動力が補っていた。 彼らは無名の IMP 売り出しのためにナンバーアンダーラインアイの人気を巧みに利用してきたのである。ナンバーアンダーラインアイが辿った道は正しかった。彼らは王子様の枠にとらわれることなく自分たちが目指す道を自由に書くことができた。もし彼らが全所属のままであれば小さくまとまってしまい。 目標を達成することは難しかったかもしれない。滝沢社長が約束したように、世界の景色を見せてやると、ナンバーアンダーラインアイの国内のファンはツアー開催を待ち望んでいる。私も今回のツアーに参加できなかったが、ナンバーアンダーラインアイの活躍を期待している。一方で、旧ジャニーズでは、 安定を求めるタレントも多かった。しかし、彼らとは異なり、ナンバーアンダーラインアイは自らの意思で動き、より良いものを求めている。現在の旧ジャニーズも変化しており、自主性を重視しているが、やはりあの頃のようにはならないだろう。事務所の変化は避けられないものであり、その変化に対応することが重要だ。 トベの社長には驚嘆するばかりだ。彼はたった一年で会社を立ち上げ、驚異的なスピードで業務をこなしている。ファンとしては彼の活躍に感謝しているが、今後も安心して応援できるように期待している。一方で、ナンバーアンダーライン愛のファンクラブに入り、トゥーヒーローズのライブに参戦して現場に立ち会った経験から、 海外の新規のファンを獲得するためには、ファミリー売りを控えるべきだと感じた。海外のファンにとっては、より受け入れやすい形でアプローチする必要があるだろう。滝沢社長がジャニーさんのエンターテイメントの才能を引き継ぐことは良いことだろう。ただし、小犯罪までを受け継ぐことは許されない。 研修生がいるのはどの事務所でも同じだが、若いうちからレッスンを受けて学ぶことは大切だ。NHK 大河ドラマ、吉常での滝沢の主役起用については、賛否両論がある。しかし、彼が率いる事務所に関しては、所属タレントたちが納得できる活動ができているならば問題はないだろう。 ナンバーアンダーライン愛の成功は偶然ではない。彼らは自分たちの夢を追い求め、自らの才能を開花させた。彼らが示した道は、次世代のエンターテインメント業界にとっても、示唆に飛んでいるだろう。飛べエンターテインメントという名前が聞こえるたびに、私の心には、一筋の興奮が走ります。 このエンターテインメントの舞台裏には多くの人々が自らの夢を追い求め挑戦し成長している姿があります。その一端を垣間見ることができるのはまるで未知の世界への冒険に飛び込むような感覚です。私たちはみんな滝沢社長のリーダーシップのもと自己プロデュースの自由を手に入れ、 自らの才能を開花させる場を与えられました。かつての枠にとらわれることなく、私たちは自由な空間で成長し、自己実現の道を切り開いてきました。その結果、私たちの存在は新たな高みに達し、多くの人々に支持されるようになりました。しかし、この自由な空間の裏には、 時には孤独や不安も付きまといます。滝沢社長や戸部からのサポートは確かに存在しますが、それでも私たちは時折、孤独な戦いを強いられます。特に、未知の領域に飛び込む若手タレントたちにとっては、その孤独さはより際立つものでしょう。一方で、我々は過去の枠組みにとらわれず、 自らの道を切り開いていく決意を固めました。滝沢社長の言葉が背中を押し、未知の世界への飛び込みを決意した時、私たちは自分の夢を追い求めるために決断を下しました。その決断が正しかったのかどうかは未来が証明してくれるでしょう。そして、飛べエンターテインメントが注目されるのは、 私たちだけではありません。旧ジャニーズの歴史から、この新しいエンターテインメントの挑戦が浮き彫りになっています。これまでの枠にとらわれない新たなエンターテインメントの形を提示することで、我々は業界全体に新たな風を吹き込んでいます。しかし、挑戦は容易ではありません。批判や不安が付きまとう中、 飛べエンターテインメントは前進を続けています。その一方で、私たちは地上波メディアでの露出やファンの支持を失うことを恐れています。私たちの努力や成果が十分に評価されることを願ってやみません。最後に、飛べエンターテインメントの未来に対する期待と希望が込められています。 私たちは滝沢社長のリーダーシップのもと、新たな挑戦に取り組み、自らの夢を追い求め続けることで、より素晴らしい未来を築いていくでしょう。そして、その未来には、私たちのファンや支持者の存在が欠かせません。彼らと共に、飛べエンターテインメントの未来を切り開いていくことが、私たちの使命であり、誇りでもあります。 どのような未来が待ち受けているのか。それは誰にもわかりません。しかし、私たちは自らの力を信じ、前進し続けることで、未来を切り開いていくでしょう。飛べエンターテインメントのファンや支持者と共に、私たちは新たな一歩を踏み出し、未来への扉を開いていくのです。